県内を含む東海地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。いよいよ本格的な夏の到来です。梅雨が明け、強い日差しが降り注ぐ中、静岡市の海水浴場には多くの人が水遊びに訪れています。今日の県内は広い範囲で高気圧に覆われ、気象庁は東海地方で梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より1日遅く、去年より3日早い梅雨明けとなりました。海入ってみてどうですか？楽しい。だいぶ暑い日が続きますけど、まあ、こうやって海来れるんで、まあ、こうやって涼しになるとかしながら、だいぶなんか子供と楽しく過ごしてますね。すごい気持ちいいです。いいですか？本格的な夏の訪れに、海沿いのジェラート店は家族連れなどでにぎわっていました。県内の旬の果物のフレーバーが人気です。梅雨も明けてきて、お客様もちょっとずつ増えてきて、昨日よりも午前中のお客様は多いなって感じますね。海水浴のお客様も来ていただけるので、にぎわいが出てくるなって思います。この暑い夏を乗り切るためにスタミナアップは欠かせません。 JR 浜松駅の近くにある浜名湖養魚漁協の直営店、人気メニューはもちろんうな重です。いただきます。肉厚で柔らかくてとっても美味しいです。平日の今日も多くのお客さんがうなぎを堪能しました。最近もう暑い日が続いてるんで、まあ、うなぎでも食べて、まあ、精力をつけて元気にやっていただきたい。今月30日の土用の丑の日を前に、浜名湖養魚漁協ではうなぎの出荷作業がピークを迎えています。中と大小でこの3種類に分けておりました。一番手前が中ですね、はい、で真ん中が大で、一番向こう側は小になります。土用の丑の日が近づくと、例年5トン以上のうなぎを全国の問屋などに出荷するため、漁協は大忙し。一方で気になるのは価格です。値段はもう、ね、申し訳ないんですが、うなぎの稚魚の、ね、まあ、価格の高騰とか、あの原料価格、あのガス、電気代の高騰なんかもございまして、多少高くなっております。出荷価格は去年と比べ1割までいかないものの値上がりしたということで、店頭価格の値上げも免れそうにありません。